えー、ロマンさんツイートでカマダドルトムント出たんと。カマダビッグクラブ行く前の前段階というか、それはカマダに夢乗せてる人の考え方で別にカマダのキャリアだからいいんじゃないですかね。うん、ドルトムントで別にね、最後まで行ってもマルコロイスだってそのなわけだしね。ワールドカップではダメでしたが、そんなに今カマダ人気あるんですかもう、まあ、ね、夏に契約満了になるからフリーで取れる。で、バルサ得意のフリーで取って、 遺跡金つけけて売っててっっ差額で儲けるっていう、まあ、エメルソンパターンですよね。まあ、エメルソンの場合は、こう、浮有権をね、買い取ったって感じですけど、まあ、他にもいろんな選手で。言っちゃえばね、バルサ通ったらちょっと高くなりますからね。あ、バルサにいた選手なんだ、みたいなね。鎌田に関してはあの、バルサの場合さ、インサイドハーフ、これからもいろんな話上がると思うんですよ。え、誰上がってたっけ前、うないで。他のインサイドハーフのうまい系の選手上がってたよね。そう、だから、安価で取れるガビ・ペドリの控えになれる選手。 あのバルサのクオリティも落とさないみたいな。あ、ギュンダーのュンだ、ギュンダン。ギュンダンもフリーかなんかでしょう。考えてることが分かりますよね、バルサは。ただで取って経験値ある選手でうまかったらそのまま戦力になるし、ならなくても打った時に差額で儲けられるっていうバルサの考え方ですから、まあ、鎌田もその中の一つお眼鏡にかなったっていうか、まあ、ね、バルサでやれるだけのクオリティ持ってて、損しないっていうような、そこのリストに入ったんでしょうね。だから今後ね、ケシエもそういう売られ方するだろうしね。 でもそんなさ、今ここで解説したようなことをさ、分かる人なんていないから、岩木デス君スパチャレと、鎌田がステップアップする上で行くべきリーグやチームはどこだと思いますかいや、もう鎌田に決めてもらえばいいけどな。でも普通にバルセロナでやれそうですよね、鎌田だったら。まだバルセは全然行けると思う。でも,も、この間言ったみたいな、ペドリー、ガビー、プラス一人で消してハマってない、で、えー、ニコはまだ戻ってきてないってなると、ベルナード・シューバーとか本当はね、チャビ取りたいだろうけど、そんな予算ないから、 ウナイとか、鎌田とか、安くて、バルサのサッカーできそうな人みたいな。で、鎌田は相手見ながらサッカーできるし、インサイドハーフもシャドウもできるし、みたいな、うん。で、守備もしっかりね、チームで一番走る日もあるぐらいやれるっていうところだから。うん、鎌田のバルサは、心配なのは、あと言葉の部分とかですよね。だから鎌田だったら、ルイセンリケとかみたいに、カタルーニャ語を勉強するとか、そういうことはやらなそうだから、そういうところで、ね、ちょっと、 いったチームに対して自分自身のエゴがぶつかるみたいなことがなければうまくいくと思います、ね。そのメンタル面だけだ。フランクフルトだと王様とは言わないけども、鎌田っていうキャラクターを尊重してもらえるチームであるじゃん。それがバルサだと、ペドリー、ガビと争いながら毎回出れるわけじゃないけど、出た時には結果残してみたいな。だから南の目みたいな扱いになると思うんですよね、鎌田が。バルサー行ったら、いい選手だけどライバル強すぎるね、みたいな。それをどうするかって感じだから。僕は、 バルサでやれるだろうけど、鎌田のポテンシャルは。僕はそういうチームじゃなくて、鎌田が試合に出られるチーム。結局ね、あの、アムラバットとかフィオレンディーナの選手だけど、いい選手だったじゃん。みたいな。いるクラブよりも大事なのは、その選手が何をしてるかですから、どんなプレイヤーだからっていうところですからね。だから鎌田は。 ステップアップするなぁと言われるとバルサーとか言っちゃうけど、別に、うん、クラブのステップアップとかは別に狙わなくてもいいっていうか、鎌田自身が次のワールドカップでもベストパフォーマンス出せるクラブを選んでるのが見たいですけどね。基本的もセビージャーでは言語問題でした。あとは、あれはもうサンパオリがね、もうマネジメントの部分というか、もうナスリ特別扱いするっていうのうにもうナスリ自体言ってましたからね。練習しなくてもいいから試合で活躍してくれって言ってたみたいな。 あとはご家族の問題とかあったっていうのはね、言われてますけど、ね。え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。<laughs> では、続きでした <laughs> バイバイ。